さっきドンキ前通ったけどほとんど人いなかった。じゃあ意味ないじゃん。街は静かなのかな今日は。街はまだいくつも人通りの中で忘れていた街は。呼ぶよべちゃんに。歩きたらこやめろ。せんだよ。せんだよ、タバコ。だったらお前らが使ってる香水の方がくせんだよ、タバコより。ババアの香水やめろよ、タバコより。そっちの方やめろよ、プン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 。吸い殻を捨てんな。うわあ、まだ火ついてるもん。昔から眉毛剃ってますか？はい、剃ってます。高校生の入試の時に眉毛を半分剃ってママに怒られました。入試前日の日に、前日眉毛を剃ってしまい、ペンシルで描いてもらいました。半分だけで剃りすぎちゃったんで、なんで前日ちょっと気合い入れすぎたんで、あの見た目を良くしようと思ってね。すごい見てんだね。そうそう、ここは Wi-Fi が入るからね。何が入る？ Wi-Fi。 あ、 Wi-Fi が入るの？入る、本当はここ入るんだよ。入る、入ってるよね今ね、テレビ撮ってんの動画。あー、そっか、そうだな。そういうことね。どう？おきげんよう。警察はい、覚えてます。覚えてる。通報ですか？あ、通報じゃないですよ、生中継中です。そうです。じゃあ、そうですよ。通報じゃないです。あ、違った。ドンキホーテの中入ってる。普通に買い物だね。よいしょ。ひかちゃん、さくらちゃん、はい、こんばんは。こんばんは。はじめまして。はい、僕茶太郎って言うんですけど。ああ、なんかどこで聞いたことある。ずっと見てて、うん、僕今ドンキ行ったんですよ。あ、そうなの。そしたら戻っちゃったっていうから。ごめん、歩いてきてくれたんですか？今戻ってきました、こっち。なんかけ、あれ大丈夫ですか？事故で。ああ、怪我して。足怪我しちゃったんですよ、去年。はい、で、もうずっと去年から、うん、モンチョリさんとか、あの養分さんとかの、あー、そうなの、潜らして見てもらってきました。すいません。なんかね、名前聞いたことありますね。俺さっきコメントしたんですよ、茶太郎ちゃんって。あの、初見ですって入れたんですけど、うん、スルーされちゃったんで。あ、ごめんな。やっぱ一般人はダメだな。車で来たの？歩いてきました。どこから？ホーム近いんですよ。あ、こっち？はい、だからさっきの配信。じゃあお家まで行ってあげる。いや、映っちゃうと。じゃあ映るの大丈夫？大丈夫。一緒に。僕もちょこちょこは、うん、2人か、ゼロしく、ゼロか1人ですけど、配信させてもらってるんですよ。イケメンで、イケメンの方。いや、あれっすよね、ん、お店。あ、お店ね、やられてるんですよね。あ、やってるとか、うちのお母さんが。あ、うん、で、なんか先輩もなんか、やってるみたいだよって。先輩、あの、先輩が、うん、もともとふわっちやってたんですよ。そうなんですか。それで僕もやりだしたんですけど。結構あのアウトロー系の人で。なんて名前の人？なかなかさんです。なかなかさん。はい、結構アウトロー。配信者ダメよ、映しちゃうね。映れる？いや、全然いいっす。映んないっす、はい、よろしくお願いします。かっこいいよね。よろしくお願いします。既婚者ですか？
そうです。あ、そうなんだ。残念。すいません。そんなお散歩。いや、あのセブンイレブン見たんで。すぐ。このすぐ近くですか、本当。はい。私よくこの辺散歩してるんですよ。本当ですか。また長女もいいですか。じゃあ、あ、全然同じ散歩。でもね、結構ちょこちょこ私移動しちゃうんで。引っ越しちゃうんですか。あ、じゃなくてほら配信中は結構、ああ、はいはいはい、そう、同じとこであんまいないんで。あ、うん、ななちゃんって呼べばいいですよね。あ、いいですよ、モンジョリ。ななちゃんはあれですか、お店いつといついるんですか。いや、今度先輩が、うん、一回ナナちゃん家行ってみようかっていう。うちに？はい。いや、もちろんナナちゃんがいる時じゃない。ああ、配信中にね。はい。あ、大丈夫かな？当たっちゃった。大丈夫。全然大丈夫。ただお店がほらいつ再開になるかわかんないんで。あ、まだやってないですね。再開したら多分告知はすると思うんですけど。後であれダメですか？LINE 交換。LINE？あ、LINE どうやって交換しようかな。してもらいますか。ID で調べてもらえるか。はいはい。あ、あれあれダメですか。IQ なんで。ああ、いいですよ、いいですよ、ね。QR コード。今でいいんですよ。ね、お店。え、今度その自分たちのグループっていうかあれでオフ会みたいなやるんですよ。ああ、そうなんですか。そんなに配信のですか。そうです。へえー、楽しそう。いや、よかったら奈々ちゃん。どこでやるんですか。水の口。川崎っす。あ、川崎で。はい。どうですかね。川崎の宮さんいっぱいありますもんね。あります。え、わかります、今日。ね、これで。どこかな？ん？あ、カメラに、僕がカメラにすればいいですか。これで、あ、そうだね、これでもう、あら、あれ、あ、じゃあ私が読み取ってみようかな。あ、すいません。逆にね、QR で、あ、来ましたね。ありがとうございます。これで、多分、めっちゃいい人っすね。俺すげえはーとか言われるのかなって。あ、そんなこと言わないんですよ。これどういう名前なんて入ってますかね。僕これですね。あ、はいはいはい。これでね、あ、これですよね。そうです。ここになんかスタンプとか送っときます。これで多分、ありがとうございます。あります。大丈夫ですか。はい、大丈夫。私じゃあここで。すみません。お近いにまた。はい。あ、ま、今度ゆっくりお酒連絡ください。はい。はい、なるちゃん飲めますよ。まあ、軽くだったら。あ、はい。ぜひ誘んで。はい。すみません、ありがとうございました。また。はい。よいしょ。電波が悪い？怖くないよ、普通にいい人だったよ。見た目はあれだけどね。見た目は怖そうだけど、まあお店にも来てくれるし、ああいう人は。いや、全然だって LINE とか交換してるし、私配信者じゃないって言ってた。友達が配信者って言ってたの。別にいいんじゃない？家。男だったら別に来てもいいよ、お家は。ねえ。女は嫌だけど家来られちゃう。あ、配信者なの？茶太郎ちゃんって。そうなんだ。閲覧ゼロ人はないでしょ。さすがに。今日はノルマ達成だね。リスナーさんも来てくれたし。ね。帰ろ。ダイエットね。
足痛い。